と思います。ということで今回はガチャを引いていきたいと思います。こちらですね、新英雄召喚もう一つの夜明けですね、新しい総選挙ガチャでございます。終了まであと4日ですね、間もなく終了してしまいますんでね、まだ1回も引いてないんでね、オーブも148個と、貯めましたんで、ついに引ける時が来ました。ということで今回ねこちらを引いていきたいんですが、まずその前にですね、私一つやらかしたことがあるんで、ちょっとそちらのお話をまず聞いてください。こちらですね、プレゼント召喚っていうのがね、まあ、毎年ね総選挙ガチャに来てるんですけどもね、まあそれ去年のやつもですね、まあこのようにね私取ってあるんですね。なぜかというとやっぱり、ね、ここにね終了時間がね書いてないんですね。本当ならこうやって終了時間書いてあるんですけど、終了時間書いてないってことはずっと取っておけるということで、私は去年の分もその前の分もね、ずっと取っておきました。しかし、はい、あれ2年前のやつがね消えちゃってるんですよね。2年前何かというとセリカとかベロニカがいたやつですね、ヘクトルとかそういうの、そのガチャがね突然消えてました。やらかしましたね。ということでちょっと確認したところね、こちらですね、これがちょっとねあのツイッターに上げたスクショだったんですけども、まあ私ねちょっと調子に乗ってね、まだ2年前のこのガチャ引いてないんだみたいな感じでねちょっと調子に乗ってたら、デーンとこちらにですね、なんと終了時間がねいつの間にか追加されてたんですね。だ2年後になって突然終了時間が追加されたということで、まあこれ私気づかずですね、まあ、ずーっと引かずにいたらね、突然終了してしまったということで、もう悲しいっすね。セリカ引こうと思ってたんだけどね、ずーっとセリカいつ引こうかなって楽しみにしてたんだけど、引かずに終わっちゃいました。最悪です。ほんと最悪です。まあこっちのセリカがいればいいんですけどね。うん。まあという感じでね、こちらプレゼント召喚2年前のやつ私逃してしまったんで、まあこっちでね、いいもんが出てくれるでしょうということで、まあこちら今回この4体全員強いんでね、全員マジ強いんで、まあ全員当てていきたいところですね。まあやっぱ私の一番の推しであるリシティアちゃんがねまず最初に出てほしいですね。はい、ということでじゃあ早速引いていきたいと思います。で今回天井がね40であるんで、天井40あって、しかも無料召喚もあるんで、この40行く前に2体キャラを出せれば、まあコンプリート確定ということになりますんで、いや美味しいガチャですね。でチケットもあるんで行きたいと思います。では行きましょう。さあまずは緑はなしと、最初ここでね一発目で出してくれればめちゃくちゃ期待値が高い。さあ赤がリシティアちゃんなんで、リシティア来い。残念。さあどんどん行きましょう。さあ青がディミトリですね。残念。エルディアント、お前じゃない、お前じゃないね。さあ残念、サーリャ。さあリシティア来い。クマのぬいぐるみあげるから、クマのぬいぐるみあげるから、はい。残念。はい、まず一発目はダメでしたね。はい、じゃあどんどん行きましょう。さあこっからチケットが手に入りますね。あ、手に入る、チケットを使っていきますね。さあ赤が残念ながらないということは、ここはじゃあエーデルガルトを出しておきたい。さあ緑エーデルガルト、はい。残念、エーデルガルトを出しておきたい。さあこれディミトリだ、はい。残念。さあエーデルガルト、はい。いやでもね、やっぱ総選挙ね、このエコじゃない、風化雪月全員入ってよかったよね本当に。まあ総選挙選ばれた瞬間から私思ってたんですけど、ツイッターとかもいろいろ言ってたんですけどね、まあね9丁全員入ってプラス一番人気のリシティアが入るっていうね、もう完璧なメンバーですよね。でリシティアも私総選挙で入れたんでね、まあ、自分の推しがね入ってくれて本当嬉しかったんですけどね。いやメンバー最強、でも性能も最強、もう文句なしの方ですよ。でシステムも最強だよね、もう天井付きで、しかも今回の天井ね1回付きじゃないですよ、2回でも3回でも付くという、だからもう引いてれば絶対にね、やったーやったーやったー、一番最初にリシティア来たよ、嬉しいな。リシティア本コーデリア、時間が惜しいです、早く私を図書館に案内してください。やったね、嬉しいね、勇気あふれですからね声優は。もう熊のぬいぐるみもう10個ぐらいあげちゃうこれ。さあここでもエーデルガルトも取っちゃえ、そしたらもう勝ちだよ。やった、まずエーデル、あリシティア、あ速さ上げか、速さ多分速いんだよね、多分種類ないと思うからいい個体なんじゃないでしょうか。
ロスみたい。よしよしよし。リシティア、早速15のところでね、ゲットできましたね。さあ、あと1体。これが天井になる前に、あと1体出せれば、もう確定ですよ。出せれば確定。さあ、ここは残念。さあ、ここでね、エーデルガンとか出てくれればいいんですけども、どうでしょうか。はい、残念。さあ、来い。さあ、逆にもうリシティア2体目とかは、クラゲ立てちゃったやったじゃん、リシティア2体目出たよ攻撃下げか、これはいらないな。攻撃は必要でしょ、やっぱりリシティア攻撃下げはまあいらないですね。逆にそっか、なんか赤は少なめがいいんだよな。まあリシティア2体目出ちゃったね、まあ、推しなんでね、すごく嬉しいですね。あれあれ、なんでロキさん、どっから出てきたんすか。もうすごいね、星52体出ちゃった。これリシティアでもね、スキルはめちゃくちゃ強いから継承にもいいと思いますしね。あ、この本心4とかもいいよね。まあまあまあいいですね、2体目で。こっからは赤が少なめがいいね。はい、赤少なめ、緑が欲しいね。緑青で来たはい、やったね。エーデルガルト・フォン・フレズベルク、はい、来ました。もう確定じゃん、これでもコンプリート確定。はい、完璧。やったね。あの2年前のね、やっぱり総選挙ガチャをね、もう引き逃したっていうね、まあそんな悲しみを背負ってしまったんでね、まあここでね、助けに来てくれましたね。いやー、ありがたい。やったね。さあ、エーデルガルトゲット。これもう1体エーデルガルトが出るんだよね、上でも2体。まあ、お前さっきは出るね。お、攻撃上げじゃん。え、速さ下げ、完璧答えでしょこれ。最高だね。完璧答えきましたね。完璧でしょ。さあ、じゃあここでクロードも、もう別に出さなくていいんだけどね。うん、でも逆に出しちゃえば天井まで回す必要もないのか。今新限定のカムイも来てるんで、そっちも少しね回したいなと思ってるんで、天井まで行かないなら行かないでいいんだ。そう、いいね。ここでディミトリとクロート手に入ればもう勝ちっすよ。天井まで行く必要ない。まあでも天井まで行けばもう確定でコンプリート、最強かよよしよしよし、このままいいぞ。さあ、これディミトリ出ちゃえ、ディミトリ出ちゃえばね、もう完璧ですからね。なんだ、まあでも出ちゃっても個体値とかもいろいろあるし、まあ、スキルも強いから、こんな美味しいんだもんね。天井まで回した方がいいよね、ここまで回すんだったら。もう30だもんね、あと10回回せば天井でしょ。早すぎでしょ。ああ、まあ残念、ここは出ませんでしたね。さあ、今のがいいね。無色青、無色青が、ああ、まあ赤2体いいんじゃないですか。クロードはないね、残念。さあ、じゃあ赤は、ん、いや青いっちゃうかな。はい、ああ残念。さあ、ここの3つはまあ取らなくてもいいんではないでしょうか。リシティア3体目とか出ちゃうリシティア3体とかね、なんか嬉しいよね、逆にね。推し3体出るっていうね。はい、おお、はいはいはい。さあ、ここでじゃあエーデルグラップ2体目ですか。エーデルちゃん2体目、はい、ラスボスでしたねさあ、ラスト5回。さあ、もう早くもラストですね。お、ここでクロード・ディミトリがいるかもしれない。残念。さあ、前職いますよ。さあ、ここでリシティアが来ちゃうか、来ちゃってもいいんだぜさあ、エーデルちゃん、エーデルちゃん、はいはい、マリック。さあ、ディミトリ・クロード残ってます。じゃあ、これディミトリを当てましょうかね。さあ、ディミトリが来ます。はい、残念そう、あれでした。さあ、クロード、ラスト、ここでクロード出ちゃいますかね。クロード出ちゃう、出ちゃうかな、出ちゃうね、これはクロードだね。はい、来た、クロード。ああ、残念。はい、いや完璧ですね。これで天井行きました。提供割合が、100%、もう見えない。
はい、これでこのガチャとこのガチャでも完璧じゃん。うわ、コンプリートできたよ本当に。じゃあこっちでまずはディミトリをもらおうか。はい、お、いいね。じゃあディミトリっすね。はい、ディミトリしました。ディミトリバーガス、ディミトリかっこいいね。まあ答えはね、ないんで、まあいいでしょう。バランスよくて、あ、80ってなるんだね、こうやって。今提供まで 3.75 まで上がったんだね。でもまあ 3.7 引かなくてもいいでしょう。今新しいね、こっちのカムイのガチャも来てるんで、まあこっちもね、新限定カムイの方も狙いたいね。まああのガチャはもういいでしょう。でね、もう消えちゃうとまずいんでね、こっちも引いちゃいましょう。もう引いとこ、これはね。で、これがみんな選んだんで、クロードですね。はい、クロード。はい、オッケーでーす。全員コンプリート。ハルミラ国王、クロード。やったねー。はい、これでコンプリート。で、こっちも引いちゃうかもね。ガチャ。ね、引いちゃおうかね。ちょっと待って、でも、まだ迷ってんだよな。前回のガチャだったのもセリカ一択で、セリカをもうずっともらおうとしてたんだけど、とりあえず取っておいたっていうだけのもので、でもセリカゲットできずっていう感じだったんで。今回まだどっちにしようね。まあ、この二人は持ってるんで、アルムと、カミラ持ってるんで、まあ、ミカヤかエリウッドのどっちかだよね。ちょっとまだこれ迷うな。どっちがいいかまだ迷ってるんで、まだいいか。まあ、多分あと1年持ってるんで、まあ、これはまあ勝手にね、決まり次第引いていこうかなと思います。はい、ということで今回ね、やりましたね。獲得順ってのができるんだっけ、これ。獲得順に。ここが、ソートで、簡易で、獲得順、入手順か。はい、入手順で、入手順で、あ、ちょっとわかんねえな。バラバラになっちゃったな。バラバラになっちゃった。あ、もういいや。まあいいや。あ、違う違う違う。これで、風化雪月にしちゃえばいいんだ。こうすればわかりやすいんだね。はい、じゃあ。そうじゃない。まずね、リシティア2体ですね。リシティア2体。そして、ディミトリーですね。で、エーデルガルト。そして、クロード。はい、全、この4人ですね。この4人、総選挙全員手に入りました。いやー、最高でした。ありがとうございます。でもね、2年前の総選挙ガチャ、めっちゃ悔しい。セリカが来なかったよ。まあ、あのセリカね、ちょっとイラスト、まあ、自分的には残念な方だった。まあ、どうかなとは思ってたけど、まあでもね、欲しかったね、うん、セリカ一番の推しキャラだしね。ファイアーエンブレム全体に見たらね。はい、ということで、まあ今回のガチャは大成功でした。ということで、じゃあ今回はこれで終わりしたいと思います。では皆さん、さよなら。